田政権発足から1年、信頼問われる岸田首相の今と、はい、あっという間ですね。そうですね、まあ、1年、うん、10月4日で経ちまして、はい、これテレ東の番組でですね、 BS テレ東の番組で1日に、うん、放送されたもので、まあ、岸田さんが出てたと、うん、本当に決断の連続だったマジか、まあ、そんな振り返りをもうされてます。えやっぱ衆院選を割とすぐやったりとか、はい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 、そういうことですよね。決断したかっていうな、やっぱ国葬だけじゃないのっていうそうですね、国葬ですね、うん、国葬以外結局岸田さんは国葬を決断したから叩かれてきたっていう感じだと思うんですよ、うん、そうですね、今のところそうですね、はい、うんうん、だってその国葬前って支持率結構高かったわけですから、そうです、だから国葬と、まあ、統一教会問題が来たからなんですけど、うん、要は安倍さんが、まあ銃撃されちゃったんで、うん、もう安倍さんが再登板がないって分かった段階で、うん、堂々と潰しにかかってるっていうマスコミがね、うん、でまさになんか安倍さんがいたらやっぱりもう一回再登板するから岸田さんは潰せないと、だけど安倍さんが戻ってこないって分かってるわけですから、うん、そりゃもう岸田さん炎上しやすくなっちゃってるという状況になってますよね、まあ、かといって炎上して次もいないんですけどね、はい、正直そうですね、うん、だって今そのやっぱ、ね、岸田さんの派閥もそんな強いわけじゃないので、うん、やっぱ権力基盤が固まってないと、そうですね、うん、いうのもあるし、うん、だから、まあ、ただでさえ検討の連続なのに、うん、はい、やっぱ権力基盤ないからより検討の連続になっちゃうっていう、はい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 、で何も決断できないっていう、うん、状況が続いてると思うんですが、はい、これでやっぱ今のその派閥の状況とか見ても、うん、権力基盤固められる人が果たして出てくるのかっていうと、うん、いないですよね、他に。そうですね、うん、もうね、安倍派が今ぐにゃぐにゃになってますんでね、そうですね、誰をトップにするかっていうのは全然決まってないですから、うん、となるとじゃあ他にどの派閥がいけるのかというのもありますしね、うん、そう、菅さんも結局派閥がないので、うん、そうです、まあね、この前の、前政権は、はい、1年で、うん、潰れてしまいましたし、ね、次やろうっていう時もやっぱ派閥のバックグラウンドがないので、そうなんですよ、うん、はい、なかなか難しいのかなと、はい、いうのもあるし、うん、まあ、そんな状況で岸田さんが1年を迎えたということですね、はい、10月4日で発足から1年を迎えた岸田政権、 NNN と読売新聞が今月1日2日に行った世論調査では内閣支持率は 45% で政権発足以来最低となった、支持しないは 46% とこちらも発足以来最も高くなったということですね、うん、まあ、もうすでに朝日新聞とか、まあ、その左派系の新聞では不支持の方が上回ったぞみたいなのは世論調査としてあったんですけども、はい、読売新聞でも変わってきたということなんですね、うん、はい、まあ、当初は好調でした、当時好調の要因を首相周辺に尋ねると面白い答えが返ってきた、岸田政権は始まった時の期待値が低くて国民から見て50点くらいだろうと思っていたら70点くらい取っている、だから思ったよりやるじゃんとなって支持率が上がっているのだと思う、また、岸田首相の温厚な人柄が徐々に国民に理解され支持率につながっているとも分析した、そういった側面は確かにあったと思う、ただそれは裏を返せば独自の政策や大きな実績ではなく賛否が分かれる政策には取り組まない無難さや、はい、首相の人柄への評価が支持につながったということであり国民の信頼を失えば支持率が急落する危険性をはらんだと言えると、うん、でここから、まあ、7月を境に、まあ、安倍さんの、ね、銃撃がありですね、はい、まあ、旧統一教会問題、うん、まあ、国葬の問題と続いて、うん、まあ、徐々に支持率を落としてきたと、うん、はい、いうことですね、うん、でその岸田首相の周辺はこの問題を楽観していたと、うん、いわゆる統一教会の問題はほとんどが自民党安倍派の問題、うん、岸田首相本人はどんなに調べられても教団との関係性は出てこないから、政権支持率への影響は少ないだろう、うん、この楽観論が、政権に最大の危機をもたらすことになると、はい、いうことでこれはまあ継続中なんですけども、はい、うん、このなんか論理が僕は政治的だなと思ったんですよね、はい、だからその違う派閥だから関係ねえだろうみたいな、はいはいはい、でも国民から見たら、うん、自民党は自民党じゃないですか、そうですね、はい、あいつら何言ってんだって思ってる人が多いんじゃないですかね、うん、結局は。なるほどね、うん、そう、まあ、区別つかないですからね、そうですね、自民党のどの派閥かっていうのは、うん、ほとんどの人は知らないですからね、うん、はい、だからそういう点で、うん、まあ、今ちょっと、はい、厳しい状況になってきてるんじゃないかなと、うん、そうですね、いうことなんですけども、なんでこんな鈍感な人でも総理大臣になれたのかなっていうのは非常に分かんないですね、まあ、だから運命の巡り合わせというか、うん、
チャンスが巡ってきたと。岸田ノートって見せてたじゃない、はい、中曽根さんも、うん、総理大臣になる前に有名だったんですよ、うん、手帳にいっぱい書いてるって、はい、すごい何冊だっけな、ものすごい数書いてて、うん、自分が総理大臣になったら何やるっていうのをすごく自分の頭の中にあるんだっていうのがあったんですよ、うん、岸田さんもそれを思わせるようなふりをして、うん、何にもやらなかったんで、あの手帳何書いてたんだって。白紙なんじゃないですか、そうそうそう、白紙かなんか、紙かなんか書いてたのかもしれないですね。何書いて、実際見せなかったじゃない、はい、中見せてくださいっていう、うん、あの取材があった時に、いや見せられませんって多分ね悪口しか書いてないんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ、安倍さんの。あのクソ野郎いつかぶっ殺してやるみたいなこと。安倍さんの悪口しか書いてなかったんじゃないかってね菅さんと安倍さんの。だからもうさ、なんか結局独自のことはやってないし、うん、あの新しい資本主義も全然ないわけですよ。そうですね、はい、いやだからみんなその新しい資本主義で所得倍増って、うん、あ所得倍増っていうかその、いや所得倍増か、うん、って言ったら、うん、まああの可処分所得、うん、これ増えていくんだろうな、はいはいはい、給料が増えるとか、うん、そういう方向なんだろうなと思ったら、うん、いつの間にか資産所得倍増みたいな話にすり替わってるし、だから給料は上がらないっていうのを、ね、前提に話してますしね、うん、で根本的に新しい資本主義が、うん、もう何なのか全く分からないですね。分からないと本当に、基本的にみんな所得は手取りの金額というかね、うん、実質使える金額がどん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 安く小さくなってるんですよ。そうですね、はい、そうだって所得例えば400万円だとしても、うん、取られるもの増えたら、はい、可処分所得減りますからね。そうそう、税金とか増えてるし、で、まあ今社会保険もこの15年ぐらいずっと増えてるし、うん、でさらにね、一番やっぱり今この円安でガソリンとか、はい、電気代とか、うん、ああいうのが上がってるので、みんなが使える金額ってもう強烈に減ってるんだよね。そうなんですよね。だからインフレ大丈夫っていう人とかいるけど、うん、いやこの円安での石油高とかでガソリン代払ってるっていうのはめちゃくちゃ金使っ自分のお金が使えない感は相当高いはずなんですけど、これおそらくその、うん、あと数ヶ月したらより如実に出てくるんじゃないかなと思います、うん、そうです。まだだから痛みとして気づいてない人が多いのかなっていう。確かにね、うん、今月からねあらゆる商品がね、値上げになってんですよね。はい、食べ物とかは、はい、まあ、いろんなやっぱ原料とかも上がってるので、そうですね。はい、だからそれが多分生活に直撃してくるんじゃないかなというのあります。うん、しかもこれから冬ですからね。はい、またなんか暖房のための燃料であったりとか、うん、まあ、電気も必要になりますし、はい、いや大丈夫かなと、前途多難だなと。あれ、まあ、業者に金出してね、うん、まあ、結局税率をカットするってことはしてないですからね。うん、はい、だからそういうやっぱ企業努力するところがやっぱ勝ってく社会になりますよね、うん、だからコストコとかやっぱり強いなと思うのは、うん、やっぱ大量買いでやっぱ安くしてるものってあるじゃないですか、うん、大量に買わなきゃいけないけども、だからその分なんかああいうところでまとめ買いして、うん、まあそのね、なんか数人で分けて使うとか、そうそう、主婦が何組か一緒に行って、うん、やっぱ最後に分けて行ったりとかしてますよね、うん、そうですね、はい、まあ、そうするとやっぱ一人当たりの負担っていうのは多少減るのかなと、うん、そうですね、うん、いうのは、はい、ありますし、うん、でそういうのなんかね、日本の企業がやっていかないと、そうどんどんそのやり方がね、うん、そう、新しい商売の仕方を作るべきだなとは思いますね。そうですね、はい、でそれもやりやすい環境を国が多少整備していくというのは大事ですよね、うん、はい、それだから税制だったりとか、うん、まあ、そういうなんかエネルギー、まあ、電気代だったりとか、はい、そういうもので変わってくると思いますので、はいはい、今日僕ツイートしたんですけど、はい、薬学部って新しくできなくなってるんですよね。薬学、薬の、そう、はい、薬学部ですよ、はい、だから薬剤師をこれ以上作らせないっていうことが結局岸田政権ですよ、うん、医者を増やさない、うん、それから獣医を増やさないっていう政策を、うん、医者と獣医を守るためにずっとやってきたんですよ、うん、今まで。それを安倍さんが特区を作って、うん、まあ薬学部と、うん、医学部、あ、いや、じゃあ獣医学部と医学部を増やそうという方向にして、うん、それで各医学園を作って特区にして、うん、やろうっていうことにしたんですよ、うん、だから本来そういう方向に安倍さんは規制緩和していく方向だったんですけど、うん、それ反対する人たちにめちゃくちゃ潰されたんですよ、はい、加計学園を持ち込まれてね。本来は国民は喜んだんですよね、うん、獣医学部だっていっぱい加計学園のあれみんなが
受けたわけですから。いやというか競争しろよっていう話なんですよ、ね、そうなんですよ、うん、そこなんですよ。で薬学部は増えたから禁止ですっていう、うん、増やさないこと岸田さん政権やってるんですよ。やばくないですか。でもしやそこが合格率が低ければ、うん、そこを廃止にして新しいとこ入れればいいのに、うん、今いるダメな薬学部をそのまま残して、うん、新しいのを入れて入れ替えさせないっていうのをやるのが岸田政権ですよ。やっぱ社会主義なんですよこれ。いや、 やっぱり、なんかね、所信表明演説で、うん、なんかああでもないこうでもないって言ってましたけど、うん、自分たち何もできてないんですよね結局。自分たちのやってる方向性が完全におかしいなと、はい、うん、そうそう。